皆さんこんにちは。仮想通貨市場が急反発しています。米国の経済指標が市場予想を上回り、過度な景気懸念が和らぎ、先日までの下落からの自立反発を期待した買いが強まったようです。時価総額ランキングを確認しましょう。過去24時間でソラナが 19% ほど上昇しています。前回動画でソラナをそろそろ狙いたいと言っていましたが、なかなかいいセンスでした。おいおい、 XRP も 9% ほど上昇しています。ドージコインは 11% 上昇して、シバイヌは 17% ほど上昇しています。全体的に自立反発していますが、ソラナとシバイヌの上昇率が目立っていますね。ボリュームではビットコインの 58% 増加が目立っています。イーサリアムは昨日から一転落ち着いてきました。米国のビットコイン現物 ETF 純流入は2日連続で流出しています。イーサリアム現物 ETF の純流入はプラスになっていました。イーサリアムが昨日の暴落から反転している要因の一つかもしれません。イーサリアムに関しては近いうちにグレースケールからの流出が減少する予定ですと言っていましたが、日を追って流出が減少してます。コインシェアズのデジタル資産ファンドフローレポートによると、デジタル資産投資商品からの流出額は4週間ぶりに総額5億2800万ドルに上ったが、これは米国の景気後退懸念、地政学的懸念、そしてその結果としてほとんどの資産クラスで市場が幅広く清算されたことに対する反応だと説明しています。コイン別のフローではビットコイン、イーサリアム、ソラナが流出している中で、 XRP は40万ドルの流入がありました。機関投資家からはわずかとはいえ連続して流入が続いています。 XRP は分析会社のデータによると、クジラによる着実な蓄積が示されています。1000万から1億コインを保有する XRP アドレスの数は過去3ヶ月間で著しく増加しました。この行動は大規模なウォレットアドレスが XRP の長期的なパフォーマンスに自信を持っていることを示しています。クジラによる蓄積の増加は通常供給の減少によって売り圧力が弱まるため、価格上昇にもつながりますと書かれています。仮想通貨は8月5日ここ数年で最悪の日を迎えた。予想していた人はほとんどいなかったが、トレーダーのレバレッジ依存が数ヶ月間市場全体のリスクを静かに増幅させてきた。レバレッジ取引が火種だとすれば、日本円の急激な上昇は火種だった。ありがたいことに火は燃え上がったのと同じくらい早く消えるかもしれない。米国の最近のデータを考慮すると、 FRB は数ヶ月前に考えられていたよりもはるかに積極的に利下げを行うようだ。このシナリオが実現すれば暗号通貨は夏の終わりに回復するかもしれない。もちろん暗号通貨市場は予測不可能だ。ベテラントレーダーのピーター・ブラント氏によれば、今回のビットコインの半減期以降の下落は2016年の強気相場前の市場動向と類似しているという。最近のビットコインの5万ドル以下への下落は半減規模の6万4962ドルから 26% の下落を示している。今回の暴落が強気相場への始まりを示唆しているとポストしています。それでは次回お会いしましょう。バイバイ。 Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us high.